それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。湘南マグマ前に行きそうです。湘南マグマ前手を取りました。トーラスジェミニ、それに続いています。ピースワンパラディ、そのうちに続いています。その外からラストドラフト、レクセランス、すぐ後ろ、その隣にガロアクリーク、内からはヘアロロノア、黒の帽子、インダストリア、その後ろ、カワキタレブリン、この馬もこのグループ、ルージュエバイユ、それに続きます。最後方にジャスティンカフェ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。これは少々ハイペース、先行勢には影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として4番湘南マグマ、2番手はトーラスジェミニ、ラストドラフト、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラストドラフト先頭、内からトーラスジェミニ先頭、ラストドラフト追いすがります。外からガロアクリーク、あと 200m、 先頭はトーラスジェミニ、2番手はガロアクリーク、一気に足を伸ばす。トーラスジェミニ先頭だ。トーラスジェミニ、トーラスジェミニ、1着2着はガロアクリーク、トーラスジェミニ、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。湘南マグマ前に行きそうです。湘南マグマ先手を取りました。その外からトーラスジェミニ、黄色の帽子、ピースワンパラディ、その後ろ、その外にラストドラフト、内からはエアロロノア、その外にガロアクリーク、その隣にレクセランス、カワキタレブリー、そのうちに続いています。その後ろからはインダストリア、すぐ後ろにルージュエバイエ、最後方にジャスティンカフェ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭を見てみましょう。4番湘南マグマ依然として先頭。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大景気を通過していきます。さあ先頭はまだ4番湘南マグマ、2番手はトーラスジェミニ、間を挟んでエアロロノア、3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。湘南マグマ先頭、内からトーラスジェミニ先頭、湘南マグマ追いすがります。トーラスジェミニ先頭、200を切ったトーラスジェミニ、さらに足を伸ばす。残り 100m、 2番手はガロアクリーク、トーラスジェミニ先頭だ。トーラスジェミニ、トーラスジェミニ、1着2着はガロアクリーク、勝ったのはトーラスジェミニ、このレースを制したのはトーラスジェミニ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。レクセランス好スタート、ラストドラフト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてレクセランス行きました。先手を取ったのはレクセランス、ピンクの帽子、ラストドラフト、その後ろ、その横にトーラスジェミニ、湘南マグマ、すぐ後ろ、大きく離れましたピースワンパラディ、その隣にインダストリア、ここにつけたのがエアロロノア、この集団にカワキタレブリー、すぐ隣にガロアクリーク、ルージュエバイユ、それに続きます。しんがりからジャスティンカフェ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さて先頭を見てみましょう。大景気を通過していきます。さあ先頭はトーラスジェミニ、トーラスジェミニ、リードを広げていく湘南マグマ、ほとんど差がありません。レクセランス3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。トーラスジェミニ先頭、2馬身から3馬身のリード、ガロアクリーク、足色は十分、前に迫れるか。200を切った、ここで後続が襲いかかる。2番手はガロアクリーク、この手応えはどうか。2番手はピースワンパラディ、トーラスジェミニ1着2着は微妙です。トーラスジェミニ、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。
スタートしました。インダストリア、コースタート。エアロロノア、この馬もコースタートを切りました。1番、エアロロノア、行きました。先手を取ったのは湘南マグマ、インダストリア、すぐ後ろ。その外にトーラスジェミニー。少し離れてピースワンパラディ。続いています。その外からラストドラフト。その後ろにレクセランス。その隣にガロアクリーク。その後ろからは川北レブリー、ルージュエバイエ。それに続いています。最後方にジャスティンカフェ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から7番トーラスジェミニー、レースを引っ張ります。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろに湘南マグマ。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてトーラスジェミニー、湘南マグマ、ほとんど差がありません。エアロロノア3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。トーラスジェミニー先頭。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。外から接近、ガロアクリーク、ピースワンパラディ上がってきた。ここからが勝負だ。残り 200m、 ガロアクリーク先頭、ガロアクリーク先頭だ。並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。